こんにちは、ヨタです。皆さん突然なんですけど MacBook 使いこなせていますか？ということで、Mac を使いこなすって考えるとショートカットをバリバリ使うとか、なんか難しい機能を覚えるとか、そういう方向に目が行きがちなんですけども、自分の一番よく使う例えばデスクトップとかをちゃんと自分なりにカスタマイズするっていうだけでも十分使いこなしてるって言えるかなって思うんですよね。なので今日はですね、 Mac マニアの僕が MacBook を効率的に使うためにやっているデスクトップの使い方、最強のデスクトップの作り方を紹介していきたいと思います。最強のデスクトップって言いましたけど、最強のデスクトップって一体何なのっていう感じだと思います。これね、多分人によるかなって思うんですが、僕なりにこの最強のデスクトップを考えると、効率的に使うためにもう不要なものは極限までそぎ落として、シンプルにね、使えるっていうところを、目標として作っています。例えば普通の机、デスクの上が汚れてたりすると、集中力とか落ちてしまうと思うので、それと同じように Mac のデスクトップの中も綺麗な状態とかシンプルな状態を保とうという感じです。ということで、ここからは3つのパートに分けて、このカスタマイズ紹介していくんですけども、まず1つ目は一番下のアプリが並んでる部分、ドックっていう場所のカスタマイズを紹介していきます。そして、逆に一番上にあるメニューバーっていうのを続いて紹介していきます。最後はですね、真ん中の部分のデスクトップ部分、あそこのね、こだわりとカスタマイズを紹介できればなと思っております。それではまずドックについてね、こだわりを紹介していきたいんですが、これがね、僕の Mac のデスクトップ画面になっています。あれ、ドック下の部分とか横の部分になくねっていうね感じだと思うんですけども、実はね、ここ下の部分にあります。はい、こんな感じでね、ドックをこうまずね、基本的には非表示にしています。システム環境設定の中で非表示にする設定とかがあってですね、そちらで、非表示にすることによって、普段からねデスクトップを最大限使えるということで効率的に作業ができると考えています。で、ここら辺見ていくと、今この3つアプリが起動、4つか起動しているんですが、まずですね、ここは基本的にアプリは置かないで、起動しているアプリが見れるような一覧として使っています。なので初期設定だといっぱい写真アプリとかカレンダーアプリとかリマインダーメモアプリとかね、いっぱいこう並んでいる、カラフルになっていると思うんですが、もう基本的にね全部消していきます。どうやって消すのかっていうと、ここのねアイコンとかを持ってゴミ箱にシュッと持っていくと、このドックから消してくれるので、そこら辺をねやっておくと、自分の必要なアプリとか、それこそ僕みたいに全部消すとかっていうことも可能です。で、今起動してるのがこの3つのアプリなんですが、このファインダーだけは、消すことはできないので、最小構成にしたとしてもこのファインダーは残ってしまうので、そこら辺だけ注意してください。やっぱりいろんなカラフルなアプリあると、なんかそれっぽく使いこなしてる感があって、僕もねそういう時期もありました。なんかフォトショップとかワード、エクセル、パワーポイントとかね、3つ綺麗に並べたりもしたんですが、ね使わないので、ここはやっぱシンプルに最小限にっていうところに振り切って今使っています。アプリの部分はこんな感じで分かったかなと思うんですが、逆にこの右側の部分、ゴミ箱とかこれのフォルダ部分をですね、ちょっと紹介していくと、デフォルトだとこのダウンロードだけドックに入っているんですが、僕はですね、ここにデスクトップを置くようにしています。で、まずこれね、デスクトップなんで置くのかっていう話だと、例えばこんな感じでね、スクリーンショットをなんかパワーポイントとかでね編集して、この画像として入れたいってなった時に、いちいちこうやってウィンドウサイズ調整してデスクトップのものを入れるとかっていうの結構めんどくさくないですか？そうなった時にドックにね、デスクトップがあると、こっから開いて、こっからこうドラッグ&ドロップがねできるわけですよ。って考えると、かなり効率的にアプリをから離れずに、好きなね写真とか、動画なりいろんなものを編集とかできるかなというところで、ここにねデスクトップを入れるようにしています。で、ここにデスクトップを入れる方法はめちゃくちゃ簡単で、ファインダー開いていただいて、ここデスクトップフォルダを開きますと。そしたらこのサイドバーメニューのところにあるデスクトップをこんな感じで持ったまんまこうやって入れると、ここにデスクトップがね本当は入ります。今入れちゃったんであれですけど、例えばこの YouTube のフォルダとかこんな感じで入れると、YouTube のフォルダがここに入ってきて、ここからね1段階でアクセスできるようになったりします。ということで、こんな感じで使っていくとかなり効率的に、ファイルの行き来をできるようになります。はい、あとですね、普段このドックにあるアプリ、この置かないんだったらどうやって起動するのかっていうことなんですが、僕はアルフレッドっていうなんかアプリを起動するランチャーアプリを使っています。コマンドスペースをね、設定していて、例えば写真アプリ起動したければフォトズって打てばいいし、なんかメモを入れたければなんか
ノートって打ってみたりとか、ノーション欲しければノーションって打てば一発で、ね、起動してくれますので、これを、ね、うまく組み合わせることによって、まあ、キーボードから手を離せずに、アプリを一瞬で起動するし、ドックはドックで、まあ、綺麗なまんま起動してる使ってるアプリだけが表示されるみたいな状態が実現できます。続いて2つ目はメニューバーです。このメニューバーっていうのはこの上の部分で、基本的に Mac で常時起動させている常駐アプリが、ここにアイコンとしてショートカットで表示されるような仕組みになっています。で、このね、常駐アプリっていうのは基本的に Mac のね、システム側で Apple がもともと用意したものもあれば、他のアプリについていて置けるものもあって、まあ2種類あるんですね。で、前者の Apple 純正の設定については以前 MacOS の初期設定の動画っていうのを出したので、そちらでね、細かく僕のカスタマイズとかについては紹介しているので、ぜひそちら参考にしていただきたいんですが、ここの、Wi-Fi 設定、パーセンテージ設定、バッテリーのBluetooth、日本語切り替え、スピーカー、ディスプレイ、お休みモード、エアドロップ、タイムマシン、ここのね、ところまでは基本的に Apple の、純正のものをそのまま置いているという感じです。じゃあね、他のアプリどんなのを常駐させてるのっていう話になると思います。で、基本的に常駐するアプリっていろいろあるので、まあいろんなアイコンが並んでしまうんですが、この上がごちゃってしまうと結構ね、集中力が散るなって思うので、まあ厳選したアプリだけを載せるようにしています。で、その中でも僕が特に最近気に入っているアプリをですね、いくつか紹介していくと、まず一つ目がここ、カレンダーのアプリです。ミニカレンダーっていうアプリ、無料なんですけど、これですね、こんな感じでカレンダーを展開してくれるんですよ。で、これ設定で Apple 純正のカレンダーアプリっていうのもあるんですけど、カレンダーとして何日後が何曜日かとか、なんかそういうのをチェックするときに、サクッと見れないので、このアプリに入れ替えることで普通のカレンダーのちっちゃい版が常にあのメニューから見れるっていうところで重宝しています。続いてここはクイックシェードっていうアプリです。これ以前ね、 Mac のかゆいところに手が届くお気に入りアプリみたいな中で紹介したアプリでもあるんですけども、外部ディスプレイの明るさを擬似的に調整できるアプリになっています。外付けディスプレイにつなげた時の明るさ調整を、まあ、これでできるっていうので気に入っています。で、最後がですね、このマグネットっていうアプリを使うようにしています。このマグネットってなんだよってことなんですが、僕のチャンネルでね、よく紹介しているもうこれ入れた方がいいよっていうアプリの中でもう何度も何度も言ってきたスペクタクルっていう画面分割をするショートカットのアプリあったと思うんですが、まああれみたいな感じです。で、スペクタクルがですね、実はもう開発終了してしまっていて、まあ、最近コメント欄とかでもいただいたんですが、 M1 Mac だと動かないとか、なんかね、うまく挙動しなくなっちゃいましたとか、使い方よくわかんないみたいな話をね、結構いただくようになっています。でね、やっぱ調べたところ、もうね、ここサポート切れていて、もう動かなくなってしまったら今後ね、他のアプリに移ってくださいっていう案内を、そのスペクタクルの開発者の方もしてました。移行先として、開発者の方が言ってたのが、ここにあるレクタングルっていうね、画面分割に似たようなアプリなんですが、こちらが、まあ、無料で使えるので、ダウンロードリンク貼っとくんですけど、入れて、ると、まあ、結構普通にそのままちょっとショートカットとか変わってしまうんですが、使えることを確認しました。その中で、このマグネットっていう980円くらいする有料アプリに乗り換えた理由として、アップストアから、まあ、入れられるってことで、まあ、安定的なサポートとか、あと、まあ、もともとね、この画面分割系のアプリで、まあ、有名だったので、まあ、一応信頼性みたいなところで一回使ってみようということで使い始めてみました。ぶっちゃけ使ってみた感想として、さっき言った無料のね、このレクタングルっていうやつの方が機能的にも多かったりしていて、なんだろうな、まあマグネットも非常にね、よくできたアプリだったんですけど、このチャンネルでね、これからこのスペクタクルの代わりに、まあ、紹介していくのは、まあ、レクタングルになるのかなと思っていて、今最近マグネット買ったばかりなので使ってみてますが、このレクタングルは本当にできることもね、たくさんこんな設定見たらあるので、ぜひともね、スペクタクルが動かないって方はちょっと試してみていただければなと思います。こちらの今紹介したアプリいくつかはですね、全て概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひね、興味ある方は入れてみてください。最後はこのデスクトップ全体を紹介していきたいと思います。見ていただければわかると思うんですが、基本的にもう何も置かないっていうのを心がけてます。なんか、ワーキングしたい、この動画編集したいとか、今使って今捨てるようなものを一瞬置くっていうことは、さっきみたいに、スクショみたいにやるんですけども、まあ、基本的にもうずっと何もない状態が
ベストということで、運用していて、あとですね、こだわりといったら、まあ、一個こだわりなんですけど、この壁紙はあのダイナミック壁紙って言って、あの時間経過ごとにこう変わっていくアップル純正の壁紙をね使うようにしています。これあの環境設定とかを開いて、ここのデスクトップ&スクリーンバーっていうところのこのデスクトップにあるんですけども、このダイナミックデスクトップとライト&ダークデスクトップっていうところはですね、あの時間経過とともに、まあ、ここに本当にある通り分かりやすいんですけど、夜夕方とかみたいな感じでこうやってどんどん時間によって変わってってくれるんですよ。なので、まあ、メリットとして一日僕パソコンいじってるので、まあ、正直時間経過がねよく分かんなくなってしまうことがあるので、まあ、デスクトップがこう変わっていくことによってデスクトップずっと見てたとしても時間経過をね分かるなということで、やってます。まあ、特にめちゃめちゃこだわりがあるわけではないので、デスクトップは基本的にこの Apple のもともと入ってる中から選ぶことが多いんですが、まあそんなね、ちょっとちっちゃなこだわりもあったりします。ということで MacBook の、ね、デスクトップカスタマイズだったんですけど、いかがだったでしょうか。 Mac を使いこなせって考えると、ちょっと難しい機能とかショートカットを使いこなさなきゃいけないとかってちょっと思いがちなんですけども、そうじゃなくて日々一番使うところを、まあ、まず自分なりに使いやすくするっていうところから始めるっていうのは結構いい第一歩かなと思うので、ぜひね皆さんも試してみてください。それでは今日の関連動画としては Mac の裏技をまとめた動画を以前出しておりますので、ぜひ興味ある方まだの方は見てみてください。そして今日のコメントテーマはですね、皆さんの Mac のこだわりのポイントを教えてください。なんか自分の好きなカスタマイズしてるとか、この壁紙いいんだよなとか、僕みたいにロックの並び順こだわってますとか、なんかね何でもいいので、ぜひね自分なりのある方は、コメントどしどしお待ちしてます。ない方も今日のね動画見てよかったなって思うところあれば、ぜひ教えていただけると嬉しいです。ということで、この動画よかったら評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。今日は Mac の、ね、デスクトップの使い方カスタマイズを紹介してみました。 Mac、iPad、ね、iPhone 同様にホーム画面とかデスクトップカスタマイズ自分なりにしていくのはいいかなと思うので、ぜひ参考にしてください。ということで、このチャンネルでは毎週土曜日夜9時に動画更新しています。お相手は陽太でした。バイバーイ。